はい、こんにちは、116インズです。今回はブルペン補強をテーマにお話ししていきます。今の野球界で強いチームを想像した際、大体の場合においては強いブルペンを持っているチームが多いかと思います。特にプレーオフを勝ち抜く上ではブルペンの力というのは今の時代不可欠ですよね。先発投手の平均イニング数もどんどん減少している時代ですので、その分ブルペンの重要度は年を追うごとに増している印象すらありますが、一方でリリーフピッチャーほど成績の予測が難しい存在もありません。過酷なポジションであるのもそうですし、他のポジションと比べてプレーするイニング数の絶対数が少ないため、年によってどうしても成績のばらつきが大きくなりやすいのは仕方ない部分もあるでしょう。昨年活躍したからといって今年も活躍するとは限らないのがブルペン。そういった不安定さを抱えているがゆえに、強いブルペンを作ろうと一生懸命お金も投じて補強しても全くその期待通りの結果にならないこともしばしば起きるのも何とも辛いところです。今回はそんなブルペン補強がうまくいかなかったチームのうち、近年の球界でも特に派手に失敗してしまった2017年オフのロッキーズを振り返っていこうかなと思っています。はい、まずは当時のロッキーズの状況から見ていきますが、2017年のロッキーズは87勝75敗でワイルドカードを獲得し、2009年以来8年ぶりにプレーオフに進んだ年でした。躍進の背景には当時のブルペンの頑張りがありまして、2017年のロッキーズのブルペンの防御率は 4.40 と一見すると平凡なのですが、球場補正を加味した ERA- では88と、実はリーグの中でもトップクラスの働きを見せており、ファングラフス算出のウィンザボリプレイスメントでも MLB5 位とかなりの好成績を残していたことがわかります。打者にとっては天国のような環境、裏を返せば投手にとっては地獄のような環境であるクワーズフィールドを本拠地として戦う以上、先発投手がある程度失点してしまう、イニング数を稼げないのはやむを得ないため、ロッキーズとしては今後もチームが勝つ上ではブルペンのレベルをリーグトップクラスに保つことが重要とおそらく考えていたはずです。ただチームのクローザーとして活躍したグレッグ・ホランドや、ブルペンを支えたジェイク・マギー、トレードデッドラインで獲得後に試合終盤をよく任されたパット・ニーシェックが FA 予定で、またアダム・オッタビーノもこの年は本調子でなかったことから、翌年に向けたブルペンの不安材料を解消すべく、ロッキーズはブルペンの大型補強に乗り出します。一方で当時のブルペンの FA 市場というのは、リリーフピッチャーに珍しく春がやってきていた時期でもありました。2016年のポストシーズンでインディアンスのアンドリュー・ミラーがイニングを問わずピンチに颯爽と登場し、相手打線をねじ伏せる姿を見せてからは、プレーオフで勝ち抜く上でのブルペンの重要性がこれまで以上に増し、2016年オフの FA 市場でもアロルディス・チャップマンがヤンキースと5年総額8500万ドル、ケンリー・ジャンセンがドジャースと5年総額8000万ドル、マーク・マランソンがジャイアンツと4年総額6400万ドルの大型契約を結ぶなど、リーフピッチャーの市場はかなり高騰している状況でした。FA 市場全体では当時は結構動きが遅く、一流選手でもなかなか契約が決まらないことも多かったんですが、ことリリーフピッチャーのマーケットは例外でしたね。2017年オフもこの傾向は続いたことから、ロッキーズのように本拠地が投手に極めて不利な環境と知れ渡っているようなチームの場合、いいピッチャーを連れてくるにはかなりの高額契約が必要でもありました。当時のリリーフ市場の状況はロッキーズにとって逆風だったかもしれませんが、それでも積極補強の姿勢を見せます。12月中旬に FA となっていたマギーと3年総額2700万ドルで再契約、さらにインディアンスから FA となっていたブライアン・ショートも同じく3年総額2700万ドルの契約に合意し、早速ブルペンの強化に動きます。マギーは2017年ロッキーズブルペンの柱として、後半戦は少し成績を落としてしまいましたが、前半戦はフル稼働していた左腕でしたし、ショーもインディアンス時代は5年連続70登板以上とワークホースぶりが光る右腕、これだけの登板数をこなしながら5年間通算の防御率は 3.11 と好成績も残していましたので、前年のブルペンのキーマンだった選手をキープしつつ、新たに試合終盤を任せられる選手の獲得にも成功。クローザーでないリリーフピッチャーに総額2700万ドルの契約は決して安くはないんですが、ショーは特にゴロを打たせるのが上手い選手でもありましたので、クワーズの環境にもフィットできそうな選手を絶対に確保したい思いがあったのでしょう。そしてロッキーズはまだ手を緩めません。マギー、ショートの契約に続いて獲得したのが、当時カブスのクローザーとして活躍していたウェイド・デイビス。3年総額5200万ドルの大型契約となりまして、契約の1年あたりの平均年俸1733万ドルは当時リリーフピッチャーとしては史上最高額の契約でもありました。デイビスはロイヤルズ時代の2014年が防御率 1.00、 翌年が防御率 0.94 と全く打たれる気配のなかったクローザーで、2015年のロイヤルズ世界一にも大きく貢献した選手としても広く知られていますが、2017年はカブスで59試合に登板し、防御率 2.30、 32セーブ、ベースボールレファレンス算出のウィンザボリプレイスメントが 1.9、ロイヤルズにいた時ほどに圧倒的な存在ではなかったかもしれませんが、それでも1000球のクローザーであることに変わりはなく、この年はオールスターにも選出されていました。ホランドに代わる新守護神候補としては申し分ないどころか、市場で確保できる選手としてはナンバーワンの存在だったわけですね。
ということで、ロッキーズはこの2017年のオフ、ショー、マギー、そしてデイビスの3人とかなりの規模の契約を結び、3人に対して合計1億600万ドルをコミット。文字通りの大型補強となりました。この3人に加えてオッタビーノやマイケル・ダンと、それぞれ年俸700万ドルくらいもらっているリーフピッチャーが当時のロッキーズには別にいましたので、ロッキーズの2018年のブルペンペイロールは4830万ドル。これはぶっちぎりで MLB1 位でした。ロッキーズはブルペンに一番お金をかけたチームとなったわけですね。トップ10のチームと比べても10位のレッドソックスが当時2340万ドルですので、ロッキーズはそこと比べても倍以上ブルペンに投資していたわけと。またロッキーズは全体のペイロールに占めるブルペンの割合も極めて高く、33.5% とチームのペイロールの3分の1はリーフピッチャーだったわけで、これも当然ながら MLB1 位。ロッキーズは多額のブルペン投資によって新しい時代を築き、願わくば頂点を取れるようなチームを目指していたことがわかります。そして補強はロッキーズの思惑通りとなったのか、新守護神デイビスの1年目はまずまずで、2018年は69試合に登板し、リーグトップの43セーブを記録も、一方で防御率は 4.13 と、近年のデイビスと比較しても、あるいは球場補正を加味しても微妙で、ベースボールレファレンスサンスのウィンズアブリプレイスメントも 0.9 と、直近5シーズンでは最低の数値となってしまいました。正直、リーフ史上最高クラスの契約には見合わないパフォーマンスだったかもしれません。ただこの年のデイビスは1試合にまとまった失点を喫したケースが彼の防御率に悪さをした感もあり、6月17日と7月24日の2登板でデイビスは合計1回3分の2で9失点もしているんですが、これを除けば実は防御率は2点台ですので、まあ見た目ほどにこの年の内容は悪くはなかったのかなと。デイビスが1年間クローザーを務めたおかげで、オッタビーノやスコット・オバーグを他の回に回せ、彼らの力を最大限発揮させることもできたと思いますので、安くはないとはいえデイビス獲得の意義はこの年はまだあったのかなと。一方で問題だったのはマギーとショーの方です。マギーは2018年61試合に登板して防御率 6.49、 ショーも同じく61試合に登板して防御率 5.93 と、正直全くと言っていいほど期待通りのピッチングができず、2人ともシーズン終盤には首脳陣からの信頼も失ってしまいました。ロッキーズはこの年91勝71敗と2年連続でワイルドカードを獲得し、彼らの誤算ぶりが大ダメージにつながることはなかったのは幸いでしたが、それでもいかにリリーフピッチャーの将来は読めないか、ブルペンの現実をロッキーズは叩きつけられた格好となってしまいました。そして3人揃ってフリーフォール状態となったのが2019年です。前年は一応はクローザーとして活躍したデイビスでしたが、球速の低下と空振りを奪えなくなったことによる四死球の増加、さらに脇腹の怪我によって急激に投球内容が悪化し、この年は15セーブこそ上げましたが、50試合で防御率なんと 8.65、 期待を裏切るとかそういう次元では収まらないレベルの成績を残してしまうと、マギーやショーに関しても成績は特に前年からは好転せず、ロッキーズは強いブルペンを作ろうとしていたはずが、コアとなるべき3人が全く活躍しなかったことで、逆に MLB 最低クラスのブルペンにまで転落してしまい、91勝した翌年ながら2019年は71勝しかできない有様。マギーとショーは短縮シーズンとなった2020年シーズン開幕を前にリリースとなってしまい、デイビスについても2020年も成績が好転しなかったことからシーズン終盤にリリース。2017年オフのブルペン補強で連れてきた3人全員3年契約を満了する前にチームを去る結果となってしまい、補強は完全なる失敗に終わってしまいました。ロッキーズは3人に合計1億600万ドルを投資しましたが、得られたリターンはベースボールレファレンス算出のウィンズアブリプレイスメントでマイナス 3.2。 ブルペンの柱どころかリプレイスメントレベルのパフォーマンスすら得ることができなかったわけです。どれだけ活躍していたリーフピッチャーでもこうなってしまう怖さ、将来の不安定さに加え、悪い方向に転んだところでクワーズの環境が合わさるといかに恐ろしい結果を招くのかがよくわかる事例となってしまいましたね。またブルペンに巨額の投資をした結果、2018年オフにオッタビーノとの再契約に動きづらくなってしまうという弊害もあり、この大補強はとことんうまくいきませんでした。そしてロッキーズの手痛い失敗は球界全体にも教訓を残したかもしれません。こちら過去4年間においてポストシーズンに進んだチームのうち最もペイロールに占めるブルペンの割合が高かったチームとなりますが、2020年短縮シーズンのブレイブスという例外はありながらも、ここ2年間は2021年のホワイトソックスがペイロールの 18.7%、 昨年はドジャースがペイロールの 21.9% がブルペンに対する年俸ということで、コンテンダーのチームがブルペンにものすごいお金をかけるというのはあまり主流とは言えないのかもしれませんね。そりゃ予算という概念がないメッツみたいなチームだったらいくらお金をかけても問題ないでしょうが、普通のチームがブルペンにペイロールの3分の1みたいな額を投資するのはやはりリーフピッチャーの性質上リスキーですし、その分をより多くのプラスを稼ぐ余地がある野手や先発陣に投資できないデメリットも大きいとも考えられます。なのでリスクの大きいブルペンへの投資はあまり過度には行わない方向としないと今の時代は厳しいのかもしれませんね。
当然全てを自前の選手だけで賄うことも簡単ではないですので、ある程度は外から連れてくることも必要ですし、多少お金をかけるのも手段の一つであるものの、レイズや最近のマリナーズなどのようにアナリティクスを駆使して選手の隠れた力ですとか、投球スタイルに少しアレンジを加えて新たな使い方を見つけたりする方向で、埋もれた才能を安く発掘する方法を見つけたチームの方が編成上のアドバンテージを持てるのは間違いないですよね。いいピッチャーはなかなか安く確保できない時代でもあるだけに、今まで以上に選手の強みを見出せるチームとそうでないチームの差が出てくる時代と今後はなってくるかもしれません。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。